こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今日も商品を紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今日はですね、コンクリートに木材、鉄などを取り付けるためのコンクリートビスをご紹介します。ビスコン、それからコンクリート一発ビスなんか、いろいろこう呼び方あると思いますけども、コンクリートにですね、材料を取り付けるビスです。下穴を必ず開けて使用するビスですけども、プラグを使うビスとは違ってですね、そのまま一発で材料を取り付けれるビスになってます。構造としてはですね、高い山、低い山、そして縦にですね、溝が切ってまして、こちらがコンクリートにきちっと噛み込んで締結できるというビスです。実際にですね、木材、それから今日はですね、アングル用意しました。こちらの方を使用して取り付けてみたいと思います。それぞれですね、実演の時にポイントの方も紹介させていただいておりますので、やってみたいと思います。それでは準備をするものをご紹介したいと思います。まずこのスチールのアングルを取り付けるには、コンクリートビス 4mm の25 鍋頭です。木材を取り付けるには 4mm の 38mm 皿頭です。コンクリートを穴を開けるための振動ドリル、ビスを取り付けるためのインパクトドライバー、コンクリートに下穴を開けるコンクリート切りですね。今日は 3.5mm を用意してます。そしてインパクトに取り付けるプラスビットですね。切り子を掃除するためのスポイトですね。一応スケールを用意してください。マーキングするためのペンですね。今回準備する材料はこちらとなってます。必ずですね、振動ドリル、またはハンマードリルですね、使用してください。コンクリート穴を開けるためにですね、なかなかインパクトドライバーでは開けづらいと思いますので、振動ドライバー、もしくは、ハンマードリルですね、を使用するといいと思います。はい、それではですね、 3.2mm のアングルをですね、コンクリートにビスで締結していきたいと思います。ビスはですね、コンクリートビス今4の25っていうのを使用します。厚み 3.2mm なんで、まあ 25mm のコンクリートビス、多分規格では一番、短いと思います。そちらの方を使います。でまずはですね、下穴を開けますけども、必ずですね、コンクリートビス、それからこの材料までの厚みを計算して、プラス 10mm、 1cm 穴を開けといてください。アングルをですね、穴にまず下穴のマーキングをしてみたいと思います。一つビスを止めてですね、穴を開け直す方もいらっしゃると思いますけども、取り付ける素材をですね、傷つけたりしますんで、まずマーキングをして下穴を開けたいと思います。工具はですね、やはりコンクリートに穴を開けるということで、振動ドリルを使います。こうやって綺麗にしてください。下のを開けましたんで、取り付けるアングルをですね、今度はインパクトドライバーでビスを締結していきます。これはポイントはですね、ゆっくり締めていってください。あまり締めすぎないようにしてくださいね。インパクトドライバー、トルクが強いんでですね、この頭をねじ切ったりすることがありますんで、まあ、コンクリートでもう頭をねじ切ってしまったらですね、もうなかなか取るのが困難になってきますんで、確実にゆっくり、こんな感じで、はい、完成です。ちゃんと閉まってます。次にですね、木材 9mm のコンパネを用意してみましたけども、取り付けたいと思います。施工手順ですけども、先ほどのアングルを取り付けた時と全く同じですけども、木材の方には下穴を開けておきたいと思います。 4mm のコンクリートビスを使うということで、下穴はですね、約 4.5mm ぐらいの下穴を開けておきます。今からですね、コンクリートの下穴を開けていきますけども、木材ですね、ちょっと深いんでですね、ちょっと印をつけれないんで、こんな感じでとりあえず1回、小さい下穴を目印として開けておきます。これから下穴を開けていきたいと思います。材料 9mm なんでですね、今回 32mm のコンクリートビスを使います。同じようにですね、穴の中のコンクリートの切り子をきちっと取り出しておきますね。一
はい、こんな感じで何回か、はい、粉をかき出してください。きちっと下穴の中のコンクリートカスをですね取り除いてください。材料をのせます。手で持って下穴にきちっとはまるかどうかですね。ここまでやってください。インパクトドライバーで、はい、これでコンクリートに木材ですね、今回コンパネを用意しましたけども締結することができました。ポイントはですね、下穴を開ける作業と最後締め付けるときにあまりトルクをかけて締め付けないということですね、これを注意していただきたいと思います。そして下穴はですね、プラス5ミリ深く開けておいてください。というわけでコンクリートビスご紹介させていただきました。太さもですね、4ミリから5ミリ、6ミリ、そして長さも25ミリから150ミリぐらいまで用意があります。材料に応じてですね、長さの選定、太さのですね選定をしていただきたいなと思います。次回もまた製品紹介をしていきたいと思いますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。これここで置いていいと、こう、いや、これこう持ちましょうか。でこうして、はい、ピョッと出して、はい、ここもカットでバッて、はい、でいいですよ。そのまま前に出してください、はい、でもう置いてもらっていいです。まあ、見てもらうと分かりますけども、こんな感じで分かりますかね。もういいわ。ちょっともう一回やる。最後まで、違う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 。どこから行く。頭から行きましょうか。